昔あるところに貧乏な木こりがいました。木こりは一生懸命働いて、やっとこお金を少し貯め、息子を学校へやりました。ところが困ったことに、息子が卒業しないうちお金がすっかなかになってしまったんです。木こりは息子に言いました。困ったな、お前今まで学校で何を習ったね。星の動き方をちょっぴりと、何でもよく見ろ、何でも疑えってこと佐藤さん。やれやれ、それじゃあ飯の種にはならないな。仕方ないよ、父さんの仕事を手伝うことにしよう。木こりと森へ出かけた息子は、父さんに負けず元気よくスコーンスコーンと木を切りました。そして昼休みになると、父さん、僕ちょいと森の中をぶらついてくるよ。そんなことして何になる。休まなくちゃくたびれちまうぞ。平気ですよ、何でもよく見ろ、何でも疑えって教えられた通りにしたいのさ。こうして息子は鳥の巣を見つけたり、木の実を拾ったりしながら、大きな柏の木のところに来ました。すると不思議な声が、出してくれ、出してくれ。誰だい、一体どこにいるんだい。柏の根っこのとこだよ。息子が柏の根っこを探すと、穴の中にガラスの瓶がありました。そしてその中にはカエルみたいなやつがぴょこんぴょこん。出してくれ、出してくれ。あんまり哀れっぽい声なので、息子がつい瓶の蓋を取った
その途端、ガラス瓶の中から飛び出したお化けは、途方もない大入道になって、この野郎め、お前の首根っこをへし折ってやるぞ。助けてやったのに、どうしてだい。助けるもヘチマもあるもんかい。おいらな、神様の罰でこの瓶に入ってたのよ。俺様が瓶の中で哀れな声を出してたなんて知ってるやつは生かしておかねえ。ああそうかい。息子は落ち着いて言いました。ところが僕は君みたいにでっかいのが瓶に入ってたととても思えないんだよ。もう一度瓶に入って見せてくれたら本気にするよ。何でもよく見ろ、何でも疑えだからね。え、なんだと？おいらの言ってることが嘘だっていうのか？とお化けはカンカン。よし、見てろよと言ったかと思うと、たちまち縮まって瓶の中。どうだ？わかったわかった。君は確かに瓶の中のお化けだ。と息子は素早く瓶の栓を切る。お化けとわかっちゃ外に出すわけにいかないね。え、あれね。おい、それじゃ話が違うよ。いつまでもそうして瓶の中にいるがいいや。お願いだから出してくださいよ。嫌なこった。さよならよ。待って、待って待って待って。お化けは慌てふためいて。俺にいいことを教えてあげますから。どんなことだ。とってもいいこと。そうだな。息子はお化けをじーっと見ました。両手を合わせているお化けは人が良さそうに見えました。嘘を言ってるようでもなさそうだな。よし、度胸だ、助けてやろうと息子は瓶の蓋をスポン、たちまちにうーっと大きくなったお化けは、しゃあこのハンカチが俺でさ。これはとってもいいことかい？このハンカチはね、こっちの端で撫でるとどんな傷でも治ります。反対の端で撫でると鉄が金になるんでさ。そう言うとお化けはそわそわ。じゃあおいらが瓶の中にいたことを内緒にねと言ったかと思うと、あられ、どこへ消えたんだろう。一体どこを突き歩いていたんだい。息子がやってくるのを見て、キコリは怒鳴りました。見ろ、わしはこの大きな木の幹を半分も切ってしまったぞ。ちょいと待ってよ父さん。え、何でもよく見ろ、何でも疑えだからね。そう言って息子はお化けのハンカチで木の切り口をつるっと撫でました。父さん、これが幹を半分も切った切り口かい？ハンカチのおかげで木の切り口は元通りになっていたんです。そうとは知らないキコリはがっかり。あれあれあれ、確かに切ったはずなのに、情けない、わしの腕は鈍っちまったのか。鈍っても平気だよ。父さんは今まで
うんと働いたんだからね。そう言うと息子はハンカチの反対側でそーっと木こりの斧を撫でました。斧が金になったのに気づかずに木こりは、何くそわしゃまだまだ働くぞ。父さん、その斧で木が切れんのかい？なんだと？あれ？よよ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 、斧が金になっていたので木こりはびっくり。こら一体どうしたんだ？父さんが僕を学校にやってくれたおかげ、何でもよく見ろ、何でも疑えって習ったことが役立ったんですよ。こうして息子は金の斧を売って勉強を続けてお医者様になりました。このお医者様の流行ったのなんの、だってどんな傷でも治すハンカチがあったんですものね。